神話の国ギリシャ、その原風景ともいえるのが世界遺産エピダウロス遺跡群です。およそ2400年前、ここは病院や湯治場などがある一大医療センターでした。病人たちの心をリフレッシュさせるために作られたのが巨大な劇場。舞台芸術の歴史はここから始まったのです。今年7月、劇場は1万人を超える観客で埋まりました。経済危機の最中にもかかわらず、そのほとんどがギリシャ人。演じられたのは日本の能楽。エピダウロス2400年の歴史の中でこれが初めてです。演目は古代ギリシャの叙事詩オデュッセイアをアレンジした新作。神話の世界を能楽で描く。その舞台に立つのは人間国宝梅若元正67歳、信長や秀吉に仕えた名門梅若家の当主です。世界に通じるのを救っちゃおう。もしかしたらすごい失敗するかもしれない。理解していただけるかどうかは分からない。不安を抱える能楽師たち、さらにギリシャ人が演出をします。能楽の演出はこれが初めてとなるマルマリノスさん。古代ギリシャの演劇と日本の伝統芸能の融合を目指す世界で初めての試みです。実はプロジェクトを発案したのはマルマリノスさんでした。The ancient Greek is in Japan, live in Japan now.あらゆるものに神が宿ると信じてきた国、日本に、オリンポスの神々を信仰してきた古代ギリシャがあるのだといいます。そして古代ギリシャ演劇の仮面と能面には驚くべき共通点が。ぶつかり交わり、やがて響き合っていく魂、奇跡の公演に密着しました。